少しだけでは野草が生えてるところをお見せしたいと思います。で、私の目の前にいっぱい生えているこの草、何でしょう。これはですね、日本語で言うと岩蜜葉と言いまして、日本でいう岩蜜葉という名前の通りですね、蜜葉にすごく似てるんですね。で、葉っぱちょっと今一つちぎってみました。やってみるとですね、蜜葉のようにちょっと3つに分かれていて、それがまた2つ3つに分かれている、これが特徴なんですけれども、今ちぎってみたところですね、こんな感じで葉っぱから細く伸びている部分、これ葉柄と言います。これ葉っぱの一部なんですけれども、葉柄と言いまして、この部分がですね、蜜葉と同じように香りもあって、すごく美味しいです。ですので葉っぱも美味しいんですけれども、この葉柄部分も一緒に、お料理することが多いですね。とても美味しいお野草の一つです。で、蜜葉とすごく風味香りも似てるんですけれども、蜜葉よりもちょっと優しい感じですので、いろんなお料理に使いやすいです。私たちはもうこれをもうわさっとグラタンに入れたり、キッシュに入れたり、いろんなものに使っています。もう放っておくとですね、どんどん広がって生えていくので、結構お庭とかね、畑のある方は嫌がる方が多いですね。はい、岩蜜葉でした。はい、これはなんだかわかりますかね。これは日本でもよく生えてる野草、草になるんですけれども、日本語で言うと箱辺ですね。この箱辺、これもそうですね、お庭の隅とかに結構生えてたりします。で、私たちこれは本当に生で食べるのがすごく美味しいので、こういう見えますかね、柔らかいうちの、ちょっと虫がいたりしますけども、柔らかいうちの葉っぱはもうそのまま洗ってザクザクと切ってサラダに入れたりすると美味しいです。スープなんかにもたまにしますけどね。これも本当にあったらすごく嬉しくなる野草です。しかも箱辺ですね、ほとんど年中生えるんですよね。で、それもすごく嬉しいところで、もう冬場近くになってあんまり緑の葉っぱがないなっていう頃にふと見るとわさっと生えてたりする、本当に嬉しい野草です。で、ついでにこのまま隣に行きますとですね、見てください、これわさーっと生えてますね。これが見えますかね、あんまりこれチクチクが見えないかもしれないんですけれども、小さなチクチクした毛がたくさん生えているイラクサという草です。日本はあんまり見ないんですよね。ミヤマイラクサとかあるにはあるんですけれど、あんまりどこでも生えてるわけではないですけれども、フランスはじめヨーロッパですね、ここスイスですけれども、これもよく耕された場所とか肥えた土が好きなので、お庭とか畑とかもう隅の方にこれだけでも生えてくるって感じですね。これは本当にこちらでは定番の草で、他の野草はあまり知らないっていう方でも、これ触るともうチクチクしてほぼ一日痛いんですよね。ヒリ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 するぐらい。なので、このヒリヒリ痛いっていうので知ってる方が多いです。で、これはですね、先っぽですね、ちょっとこれ、まあ私慣れてるんであんまり痛くないんですけど、だいたい手で取るのを嫌がる人が多いんですけれども、この先っぽの部分、この柔らかいところを取って、私たちはもうスープにしたり、あとは他の炒め物にしたり、ペーストにしてもこれ美味しいんですよね。チクチクするんですけれども、これ火を通してしまえばこのチクチクは全然関係なくなりますので、生で食べる場合も細かく刻んで、そうじゃない場合はもう火に通して食べたら本当に美味しいです。栄養面でも素晴らしいんですよね。タンパク質もしっかり含まれて、ほぼ有害なものもないので、毎日のように食べてます。
では少しだけ野草の紹介でした。